食べるわ。足さばき、そうだよね、ダンスは足だよね、ダンスは足だと思う。でもリコさん C だ。そうか、いや分かんないよ。キョンピも足見てて B だったからな。あれー、マジか。B は男性が足を出ててってとこが気になった。やばいな、 B あるか、 B はあるのか。みんなで自分が思ったのと違う人は欠点があると思ったから外してるわけだもんね。いやー、どうだろうか。動画撮影怖い。普通のアイドル、あ、現役だよ、習ってるもん。培ってきたものあるもんね。クレイジーダンサー、せーの、 C へ一人。C。待ち時間長いね。フィスカおかえり。ミカジさん、答えた？答えた？どっちか。今だぞ。もうそうだぞ。あれ？三ヶ瀬さんあれか？ 2 問失敗した？勘で、オッケー。キョビ B です。B。今んとこ一流です、全問正解中。はあ、はあ、失敗した。そっか、最初はワインは、気流院坊主決定のお知らせ、ツイッターでアップするかな。そんなことある？あかんべや、やったー、やったー。おや、サンバおやおやおや
や、おやおやおや、いや、皆さんいろんなこと言うもんだな。キョンピいじりやすいですよ。あらら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 。A っていました。A いました。ほう。スマタン A。スマタン2ランクダウン。ビビ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 ツーランクダウン、つらみ。ちなみに、回答はしておりませんが、飯落ちするんで、間に合わなかったら、A から B と答えておきますね。マンドさん、ツーランクダウン。あらー、マンドのそっくりさんですね。あれ、マンさんって今いくつだっけ。あ、マンドさん2ランクダウンだから、あ、そっくりさんだ。あ、ついにそっくりさん出ましたね。茶色です。茶色は出てきたな。茶色だ。茶色がおる。ふぎょー、帰ってきた。楽しみだな。 A 俺だけ、まあ、一応見て答えたのはスマタンだけっぽいな。スマタンマジか。いや、わかんないよ、うまいもん。でもダンス、サンバダンスやってた俺には余裕って言った人が外すんだもんな。わかんないわ、わかんない。サンバダンスやっててわかんないんだもん。いかにあの、ガクトさんが、ガクト様がもう経験則と知識でカバーしてるかよね。さあ、難しいよな。今一度みんなどっち？どっち？みんな今一度みんなどっち ？B、C どっち？今一度、今一度どっち？C だ！あー！落ちたか。おめでとうございます。クマンチュ様今当たってんね、すげえ。マンドラガさんのソクシーさん、ソッケさんはセクシー大根かね。B ないの？嘘だ。一曲目ですね。俺は C 選んだよって。さすがですね。それはね、さすがですね。ケリアさん、ミス。プロですよ。言うてプロですからね。指とか見てた。
はあ。ゆいさんが、ゆいさん、ゆいさん変えたのか。ゆいさん、ゆいさん B って言ってたけどな、変えたのかな。マジ外したの。あ、変えてる変えてる。最後の曲で C って言ってる。オッケー、分かった。よ、おめでとうございます。こう、すげえ、今 Y さんとクマンチュ様が、 Y 様とクマンチュ様が一流ですね。すっげー、キリュウイン外した、キリュウイン外した。すげー、合わせ。あ、二流があるね。はあ。二流あったね、よかったよかった。合わせが分かんないもんな、勉強だな。C の女性の背中の反り方、男性の足の振り上げが美しかった。なるほどな、なるほどな。ガクさんすごいですねってね、いらっしゃい。完全に当ててるもん。料理？味覚。味覚はもう見た目。ワインもあったけど見た目で。もう半、もう、もう、もう、見て、見て、もう。我々はネット界の一流なので食べなくてもわかる。C はね、男性も LINE が綺麗ってやって。おー。なるほどね。体幹がブレてなかった。はあ。すげえ。鯛めし。16,000円。もう一個が来い。タイではない。タイ飯対恋飯。へえ。ほう、
食い物わかんないもんな。B のペア他番組見たことあるって。あ、そうなの。これノーコンテストにする？これは飯の見ようがないな。これむず、これはむずか、これなしにしよう。これノーコン、これノーコンテスト。これはわかんない。それともどうする、これ答えずる。やっぱり見た目も見えないですね。司会者の格付け、ほう、ほう、はあ、すごい。まあ運も一理の条件とか、いやキリないよって。まあさすがにちょっとこれは比較の要素がないな。オッケーオッケー、じゃあノーコンテストでいこう。いいよ、わかった、いいよ。まあせっかくね、クマンチ様今一流ですからね、Y様もね。3000円。ないんで。カニの味がしやすい。まだ一流って、一流のね、芸能人ですよ、 Y 様は。 A、 ほー、ちなみにネットのアンケートだと A が 15%、 B が 85%。 あ、圧倒的に B。 でもこれわかんないからな。あ、てかあれでしょ、味付けもできるんでしょ。みんな B だね。酸味、
ビール、第3のビールが美味しい。第3のビールって。ほう。お、海原、ユーザン。なんだっけ、ちゃぶ台会社だっけ。ほう。いやー、腹減る。庶民的でーよかっ。たまんねー。シャコー。ほう。広告ありがとうございます。そうだ、言ってなかった。うなばらユーザーさん、ほー、別れた。味沢たくみ。はあ、一流が減る。CM、 いやー不安だなー。腹減ったよ、ずっとグー言ってる。アンドさん帰ってきた、なんて言おう。あ、そっくりさんだって意味だな。いやー、美味しいなー。
ガクトさんみたいな存在は面白いね。なんか待って、素材が違うけど同じ味付けで料理しててこんなん大した差はないだろうって思ってしまうもん。待って、あ、例えばさ、そのなんだろう、こう味付けまでさ、例えばさ、ダメな方、廃棄寸前の方はケチャップとマヨネーズペッだったらまあ分かりやすいじゃん。でも騙すためには同じ味付けで同じ調理法で出してるわけだから、食材の違いなんてほぼ難しいと思う。でもガクソン当てるわけだから違いがあって理解してるんだよな。いや面白いね、グルメ。なんていうんですかね、これ当てるのをなんて言うんだろう。すごいわ、学生の。いやーかっこいいっすよね。いやー素晴らしいよね。はい、ここからございます、ここからございます。ガカット様かっこいいだよね、わかるだよね。ヒサギさん、ガカット様かっこいいよね。誰だ、ガクトじゃないのか。さすがにスペル違うの分かるぞ。ゴジッタって、恥ずかしい、恥ずかしいよ。 A こうですよ。ガカット様好きなのに名前間違えないで。うん、じゃあキュッピー決めるわ。B です。間違えたら下がるよ。これはノーコンテストにしてもいいけど、キュッピーは答えるわ。皆さんの反応を見てて B じゃないかな。これはもう運とかなんとかじゃない。もうこれはもう反応を見て、人を見る目、観察眼を鍛えてるキョンピは分かる。見てて、あ、これは B だなって思った。いいよ、外したら下がるよ。キョンピ今普通ですから。今これですから。ミスしないようにカタカンガクソンかっこいいし直してる。はあ、まあね、大事よ。でもね、名前間違えちゃったからね。ここありがとうございます。B にしてみますって。ノーコンテストにしてもいいのよ。これ、見た目じゃわかんないからな。いいの？三上さん、回答するってことはいいんですか？いいんだな？甲骨。入って、よし、一緒に B の道を進もうじゃないか。もちろんです。外してるからな。
いやー、プレッシャーとかもひどいだろうな。外したら厳しい。学童高校ですよ。B? キリュウインさんちょっと嬉しそうなんで B でしょうね。ただいまです。私のことだろうから二流から変わってないでしょうが、結果期待ですね。あなたですか。いきますよ。茶色です。2ランクダウン、マンドさんです。あなたの今のポジションは、三流通り越したので三流を通り越したので、そっくりさんですマンドラゴラさんはそっくりさんです。おかえりそっくりさん。あ、セクシー大根だすくいってますよね。セクシーアイコンですで、今回これは見た目じゃ、あの見た目は出てこないんで判定のしようがないんですよ。なんでこれノーコンテスト。今やってるのはなしなんだけども、やりたい人はどうぞ、やりたい人どうぞ。でキョンピは B って言った。これスルーしてもいいんだけど、キョンピは勇気があるんで B です。 A 言ったな、言ったな、 A だな、言ったな、言ったな。はい、じゃあ今 CM 入ったんで、今ここで聞きますよ。はい、皆さん、ノーコンテストもいいですよ。なしでもいい。これは、一流芸能人測るやつなのですけども、見た目も香りもわかんないんで、なしにしていいです。ここで回答する人はただの無謀。の上で、いきますよ。ちょっと待ってね。どっからにしようか。待ってね。今から運営コメ出すんで。運営コメ出すんで、いいですか、いいですか、いいですか。はい、ここからです。こっから回答をどうぞ。チュン太郎さん B。 OK。 あ、ゆ、何言っちゃって。キョンピ B、 マンドさん A、 スマタン A、 クマンチュさん、お、クマンチュ様、ノーコンテストの方がいいって言ったクマンチュ様 B、ゆいさん B、 普通のゆいさん B、 1アップギャンブルに誘そう。 Y さんどっちにする、ノーコンね。 Y さんノーコン、いいですよ、いいですよ。回避してもいいです。危機を回避するのも一流たるゆえんですから。ここで一流クマンチュ様が答えましたので、楽しみですね、楽しみですね。今一流の方いらっしゃいますよ。一流は B と答えてます。岸の紫さん、岸野さんですね。岸野さんは A。OK。あー、外したら下げるからな。キリュウインとガクとかなんで関係持ってるのかって。あー、でも一応ほら、一回、キリュウインさんは、日本のトップ取ったからね。めめしくでで。線の使い方を褒められた。変な自信があるって。ほー。
おほー、さあ来たぞ、さあ来たぞ、人生アップデート、ほー、どっちだ、よし、決めるから、決めちゃうから、決めちゃうんです、1です、あ、普通です、ドカーン、はい、1人出ました、ついに、はい、残念ですが出てしまいました。茶色の人がA と答えて失敗したので映らなくなります。あー、映んなくなった、あっ、あっ、いやー、711番さん、どうもいらっしゃいませ、初見さんですかね、おや、初見、初見なのかな、初見なのかな、決めとこでございます。スマタンさん失敗により、スマタンのそっくりさんになります。スマタンのそっくりさん、岸野さんが、三流の岸野になります。いたー、すげー、ガクトいるよ、ほうほう、 BL の B、 純太郎、さすがだね、さすが、はあ、大量正解でしたね。どうも、サンリーです。オークション、オスオス。サッカーしようぜ。はあ。さあ、今、コメントはこのような感じになっております。おっと。黒になってない人がいるな。さあ、今現在こんな感じになっております。映す価値なしが一人、そっくりさんが一人。サンリューが一人。はあ、まあカラフルだったね。そして Y 様とクマンチュ様は相変わらず一流です。しかもクマンチュ様食べてもいないのに当てるという、クマンチュ様すごい、まあ、ここで気持ちよく正解ですよ。あなたはすごいよ、すごい、あえて答えたもん、すごいね。いや、この人前回一流だったんですよ。だから、今ネット界のガクトと言っても、ガクンチュにする名前。ガクンチュにする。いやー、面白いわー。ガクト以上かもしれない。42番さんね、チルすごいなって思いますよね。さあ、四重奏。はあ。チルは冠ですねって。言うて、リコさん今普通だからね。リコさんさすがです。
オーストラディバリウス。はい、ストラディね。20本もない。バルガルネリですわ。実 Y、一流の Y 様、実は勘で A でした。濃厚にしたから危なかったって。一流は危機回避もうまい。さすがですね。非常食と呼ばれるあなたがここまで生き延びてきたのもその天性の勘があってこそなのかもしれない。よいしょ。金箔が解散する。くんづけ。二流はくんにしよう。さあ、今普通ですよ。61個目さん、初心者用でも130万って人を選ぶよねって。ねえ、そう思うよね。いや、十分高いよね、技術力ね。コテナハンもついてない人ような人を拾ってくるなんて主優しいなって。何言ってんだよ、初見さんだってリスナーさんじゃん。仲良くしようよ。放送にいる年数なんて関係ないよ。君はたとえ今日が初めてだろうとね、関係ないよ。放置水。さあ聞こう。あ、じゃあさあ聞こう。じゃあ聞こう。さあガチだ。さあガチ。
なるほど。難しいな。演奏者一緒？見てなかった。走るのはでも演奏者とね、楽器は関係ないから。はあ。楽器に味があるから B って思ったから A にする。ほう、73番さんそう思う。もう発言に説得力がありすぎて誰も笑わないんだけど。はあ、コーンいらっしゃい、モズピーさんいらっしゃい、さあいらっしゃいませ。今キョンピー普通です。今ここ、うん、ちょっともう一回聞きたい。じゃこれでこれで決めるわ。演奏者同じだ。演奏者同じ。分かった。A だろう。A です。クマンチュ様 B、Y 様 B、あ A。ここで一流が分かれました。なるほど。なるほど。なるほど。分かれたなぁ。Y さん、このキョンピと同じですよ。Y 様、
このキョンピと同じ。ほう、モズピースさん B。 うん、岸のはどっち？岸の B。 マジだね。ほう、ストラディ、ほう、え、違かった、違かった、何が違い、ほう、感じましたが個性が違うよね。丸パクリじゃねえか。俺これ書かないって。おっと、書いてるけど前に書いてんじゃねえか。はあ、書き終わった、大丈夫、書き終わった、いい、いい、書き終わった、いい、書かないじゃなくて、あ、ごめんごめん、変えないか、ごめんごめん、書かないじゃ変えないだね、サンキュー、6番さん、ありがとう。うん、読み上げますね。リコさん B、 岸の B、 ミカミカジュくん、ミカジュくん B、 スマタンのそっくりさん A、 クマンチュ様 B、 ワイ様 A、 ユイさんが A、 モツピースさん B。 OK、 わかった、モツピースさん B。 仲間欲しい、おいでおいで、うん、 AA ね、 A ね、わかった、ミカジュくん A、 のだめパカンタービレを全部見たことがある俺から言わせたら完全に A って、全く信憑性がないんだけど説得力と信憑性がない、そう、あれでしょ、どうせあれでしょ、漫画でしょ漫画読んだ人だって缶って言い方は DVD じゃないもん。キョミさん A です、 A です。だから岸野とは違うんだな。うーん、純太郎くんが B、 あら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 、うん、のだめたハンタービルはピアノじゃねえか、ピアノですね。 CM 書籍発、
タイマーなんか決まった？おっと、ただいま。ドヤ顔で言ってもいい？ 38 億だぜ。俺たちが聞いたこともないような音が正解だよ。パーン。なるほど。なるほどね。シャコじゃないんだ、選ぶの。間違いなく A、 B は耳障りが違う。間違いなく A です。違ったら即釣るって何を何をですか。ほう、もしじゃあ君が間違えたら、この放送に君が持っている広告チケット全投入ねよし、ほう、そこまで言うならよし、まあね、あ、君が首をくくる前に君が持ってる広告チケット全投入な。でもあなたが選んだ A はキョンピが選んでる A なんでね、ないとは思うけど。 B は高音が出すぎてて気がする。楽器のせいかわかんないけど、わかん、そう思った、高音高かったよね。うーん、綺麗に抱きできすぎてる。現代の技術を使って聞き触りがよくで作られてるという意味では B は綺麗に聞こえすぎた感じはあったかなって思ったけどね。モズピースさん絶対音感がある、そんなあなたが言ったのは B、 絶対音感持ちが B。 へえ、モズピースさんが来る前に会ったこと教えようか。俺ダンス経験者だよって言った人が絶対にアカン弾いてるからねだからね、うん、ごめん、申し訳ないけどこの放送ではもう説得力は一切皆無です。君の回答者の経歴が何だろうと響かない。マジか、マジです。はい、俺ダンス経験者だから 100% わかるよ。 A だよって言ったら A が絶対弾いちゃいけないやつで2ランクダウンしたからね。うん、だからごめん、響かない。いや、参考程度にするけどね。言ったらだって Y さん鈍感持ってるしね。おお、鈍感。キョンピはあれよ、恋愛シミュレーションゲームの世界に入ったら大体鈍感だぜ。主人公のメインヒロインの気持ちとか一切気づかないぜ、佳境に入るまで。それはもう鈍感ですよ。誰のことって、お前や一体誰のことかな、誰だろうな、一体な、誰だろうな。サンバダンスやってた俺には余裕、サンバダンスやってた俺には余裕サンバダンスやってた俺には余裕。君です。さあどっち。さあどっち。結果発表。え、俺の何かやっちまいましたってクマンチ様はもう間違いないですからね。クマンチ様は信じております。クマンチ様はもう実力が発揮されたわ。いるんだね、やっぱ100人200人に1人はこういうの分かっちゃう人って。クマンチさんは本物だって思ってるわ。だから、ね、この放送以外でもクマンチ様って呼びたいもんダメ呼ぶなって言うけど。格付けチェック歴最年長、楽器物は外したことがないよ B。 はあ、じゃあ外したら全投入ねじゃあ全投入ね、期待してるぞ。
格付け公式アプリ使いながらやってますよって。はあ、いつも前頭にしてるんですよねーって。感謝しかねえよ、ありがとう。愛しかない、こちらからも愛をあげたい。でも いじるときはいじる、いじりも愛。普通に呼んでほしいって、そんな恐れ多いですよ、そんな恐れ多いですよね。えクマンチュ様はもうこう目上の存在でございますから。今自分普通ですよって言ったね、分かった。じゃああなたはピンクです。普通はピンク、オッケー。あ、うん、うん、わかりました。ヒカキンさんは、ピンク。一回失敗してんじゃねえか。はい、今こんな感じでーす。キョンピーマコです。A よっしゃウェーイ、来てる今日 Y さん来てる来てる、やったぜ。あ、やったわこれ。うふぅ、やっと嬉しい、やった。当たった、才能あるかもしんない。いやー、80番さん当たった、さすがですね。いや、そういうこともあんだね。いやー、まじでペアリーがないっても気が楽だなーってのだめカンタービレしたらね、簡単だったよって。ほう、のだめカンタービレはまあそうな。はい、あ、クマンチュ、クマンチュ様が、クマンチュ様が残念ながら下がっちゃいましたね。まあ、こういうこともあんのかな。はあ、なるほどね。なんだっけ、ドヤ顔で言うだけ言ってもいい言っていい。38億だぜ、俺たちが聞いたこともないような音が正解だよねえねええええそっか、あ、わかった。そういうこと？常に38億の音を聞きすぎてて間違えちゃったってことかな。あなた一流ですもんね。というわけで、あなたのプレッシャーは未だに切れませんよ。ガックソさんすごいな。チュン太郎くんが、はあ、あらまあ、そう。そっくりさんがねー
あ、次最後だって。やった、再開回避。牛肉。ははー。チュン太郎くんがチュン太郎になります。モズピースさんが落ちる。クマンチュ様がクマンチュさんになる。騎士の、あ、そっくりさんがいる。やめろよ、この放送のエースなんだぞ、騎士のって人いるんですよ。騎士の様がこの放送のエースなんだ。あ、やべえ、ありえへんがある。あ、これは2段階落ちやんのが。豚肉、牛肉でねえ。はい、今、すごいですね。え、即映す価値なし。おい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 、ほう、モーツァルト当たってました。ここまで死守したのに。あ、正解ワンランク上がるって。おー、あ、ってことはクマンチュさんワンチャンあるよ。ランク上げ来ましたね、ランク上げ。さあ今のとこ映す価値なしは1人だけね、32番さんね。あと32番さんも当たればランク上げですから、そっくりさんになれますから、この放送にノー映す価値なし達成できますから、頼んだよ。やった、頑張れよ、35個目さん。ぶ、豚肉。うん、豚肉ここにもいますねって。一流芸能人の Y 様は豚肉なんて換算はいたしませんよ。間違えたら絶対あかん食材されますって。もし Y さんが失敗したら食べることなく肥やしになるね。畑の肥やしです。うん、肥やしさんです。まあ、ないでしょ。悲しい。馬と鹿で比べてほしい。ほう、え、ここで桐生院さん？え、ちょっと待って。え、ガクトさんじゃないんだ。え、
ミンボーさんいらっしゃい。寝落ち？え？今起きたの？いらっしゃい、どうも。ウィボさん参加する？これ、一個だけ引いたら即終了の、移す価値なしがある。で、みんな牛肉くらいわかるでしょ？あって。最高級の豚と安い牛。いや、そういうのもあんのか。はあ、一流か二流か移す価値なしかですよ。そうですね、飛びますね。知ってる？みんなわかる？牛と豚の違い。ちなみに画面、これ豚肉ですからね。わかる？これが分かった？リコさんわかるよね？主婦は、料理わかるよね？これは豚肉ですよ。いいですか？これは牛です。これは豚です。わかりました？これぐらいわかりますよね。すんごく美味しい方が牛で、美味しい方が豚って。なるほど。見極め方がある。普段放送見慣れてますからねって。Y さんは切り身か。あ、もう出ちゃったね。あ、出ちゃいました。あ、みんなよかったね。消えるのはないです。あ、よかったですね。お、これで移す価値なしはない。上昇チャンスは？当たれば上昇かな？うわー、かわいそう。ネットのアンケートだけど、もうすでに B 選んだ人が 17% いる。今テレビで B は絶対ないって出たんだけど、もう B 選んだ人が 17% いる。さっと選んだね。2分の1ですね。情報戦線始まってる。あ、はははほほほ。 B 以外が一番いいからね。まだ映ってる？なんと今、普通なんです。普通。まだ1問しか間違えてないからね。映ってますよ。フィーリアさんいらっしゃい。ただ、この放送のリスナーさんには、ちょっと格付けされてしまった人はいます。いる。いるね。あ、でも当たれば上がれますから。普通生主だって。違いますよ、芸能人格付けチェックですから。芸能人です。どうもそっくりさんです。あの、岸野のそっくりさんがいます。そこにスマタンのそっくりさんもいます。映らないやつなんておるんってね。93番さんのコメントが読めないですね。松坂。おほー。
なるほど。写真痛かったーねえ。ミボさん残念だけど途中参加なんでね。はい、どう、うん、今から参加するのであれば、ちょっとまあ、うん、そうね、三流からスタートかな。今こんな感じ。一人だけ、Y さんだけ今一流として残ってんだ。ちなみにこの画面は豚肉です。大丈夫だな。牛肉との違い分かりますね。1位で割りたいねって。うーん、さあどっちかね。さあしかし視聴者は分からないからな。これは B だよって。お、勝ちなしの足音が聞こえてくるぞ。ウィボーズさん B でいいんだね。ウィボーズさんいいんだね。いいんだな。いいんだな。ほう。おいでよ。みんな足選ぶね。あぶねえ。あ、広告。おっと、ありがとうございます。危ねえな。ほう。途中参加の三流なんで急げた方が面白いの理論でいこうって。逆張りってやつ。ったくよ、芸能人だぜ。いや、芸人だぜ。あ、あ、え、あ、持った、 B 持ったぞ。
1位だ。よかったね。よかったね。よかったね。はあ。さあ、そろそろ決めようぜ。そろそろ決めよう。そろそろ決めよう。いいっすか。はい、じゃあ下線出しますよ。はい、こっからです。さあ、下線の下に書いてくださいね。まあ、まあ、C じゃない。B で。マジかぁ。ここで B ってもう芸人すぎない？ B しかありえないなって。答えの場合には A が A だけど、ほう、逆に B。 本当に？そんなゲップするぞ。ゆいさんずる。ここでみんな B 選ぶとか正気かよ。本気でやろうよ。マジかよ。真面目に答えのキョンピがなんか違うじゃねえかよ。みんなが写し勝ち なしになっても、俺はそっくり目で登るぜ。ってことはマンドさんは A。当てに行ってるじゃねえか。あて、A、B、C、B、C、B、B、B ですよ。はあ、いつも本気でやってんだろ。 B マジか。消えた。ビタミン B1 が豊富だから B 違いないよ。ほう、一流からさよならバイバイ。やっちまったな。一流から消えるってすごいね。いや、最後にさ、うつす価値なしまで落ちるのはえぐいわ。はあ、迷いまくっててやばいって。今あなたのコメントに注目集まってますよ。さあ、言いますよ。唯一一流で残ってている Y 様です。あなたのコメントで、まあ、この放送に一流のリスナーさんがいるかどうかが証明されます。一流のリスナーさんがいる配信としてキョンピに自慢させてほしいとは思うけど、ここは B だよな。悪魔ささやき聞こえるな。ほう。え、リコさんどっちだっけ？A で行く。マジか。逆張り？ここまで芸能人 C 選んで？そうか。
はい、この放送の現一流、現一流は、現一流は A です。え、普通の方いいんですか？ピンクの方いいんですか？これ当たれば一流に なれますよ。これ怖いわ。あ、消えた。待って、ゆいさん、くまんちゅうさん、りこさんはチャンスがあるよ。いいの？ゆいさん言ったね、 B だね。いいんだね、一流に返り咲けるよ。どうする？今だけだぞ。どうする？返り咲けるよ、今名前言った人。 C って言った？ああ、くまんちさん C ね。リコさん C。はい。はい、最終問題。A が Y さん。うん。C、キョンピ。ゆいさん。あ、ゆいさんわかんねんだ。ゆいさんわかんねん。ゆいさん B だな。ゆいさん B だね。くまんちゅさん C。りこさん C。うん。ゆいさんは C ね。いいよ。で、B を選んだ芸人の方が、み、あ、志村さん消えた。ほら、キョンピ見るとき、いつもこの人消えるもん。うおうおわかった、いいよ。ゆいさん A ね。わかった、いいよ。あ、ごめんごめん。C じゃなくて A ね。オッケーオッケー。ゆいさん A。チュンタロさん A。はい。はあ、マンド、違う、1050個目さんが、A。キョンピカラーの A、赤だからか。クマンチュ様、クマンチュさんも上がる可能性はあるか。いい牛肉って油が乗ってるのであんまり量食えないものなんですよって。へえ、そうなん。カッチカチ。ほう、ここで桐生院さんってえぐいわ。
はあ、どういう動きですか。サカウジとか食ったことないし。マイク拾えないからね。心が壊れてる。まさか、嘘だろ。いや、やめてほしい。かわいそうになる。産地チェックファンブル。アイディアロール成功。幸運ロール成功。もうやめて、気流にライフはゼロよ。ここで桐生院さんのツイッター見てみようか。今桐生院賞っていう単語がトレンド入ってる。見つけてしまった。あ、これツイッター見ない方がいい。キリュウインショーのツイートどれだ。ツイッターはボットしかねえぞ。どれだ。ああ、どれだ。ボットが一番上だ。はあ。ほう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 。
ほう。大丈夫？負けないで。プレッシャーだよな。だって世界のガクトだからね、ここまでなると。嘘だろ。 C から聞こえる。つらいよ。いいタイミングに入ったな。いいタイミングで入ったな。立てない、立てない、立てない。音楽でやらかしたからな。消えないでしょう。ここであなたが間違えたら、ガクさんの約束が乗っちゃうの。ここ乗り越えたら、あのガクソさんにだって褒められちゃうんだから。次回次回霧章シス。あ、ドエスよ。怖っ。ずるいずるい。危なかったね。上がれるから。さて、一人勝ちあるかね。キョンピーは C。 まあ見せたいですよ。なんだかんだ一流たるゆえんとやらを見せたいですよ。見ててわかるもん。CM だな。え、 B、 B、 タイムスリップ。はい、俺は気流院を信じるぜ。逆逆、気流院入る前にいたじゃないか。 A で大逆転劇見てみたいですよね。言うて気流院さん正解率高いんでしょ。ねえねえねえ、あのさ、 T の右の人あれですか、どんだけの人。あ、違う、あ、違うか。なんかあのね、あ、違う、アメトークかな。なんかアメトークか、笑ってはいけないで、あの、細かすぎてのどんだけの人いたよね。あ、あ、合ってた。あー、そっか。あーね。
あ、TT の人すごいね。TT でブレイクして、一向モノマネでもブレイクして、すごいな。合ってる？へぇ。顔見たことあんなと思った。へぇ。飛龍院を救ってあげてほしいなって。泉元哉さんのモノマネでしょ？歌舞伎だっけ？ほう。さあどっちだ。一流ですから。うっし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 さあ、あ、初の三流。はあ、クマンチュ様おめでとう。やばい。余裕がある人、キリュウインさんのツイッター見てきたら。三流芸能人、一流芸能人、キョンピ様の放送となります。いえいえ、皆様あってこその、皆様あってこそですから。皆様があっての生放送でございますからね。2020年も華々しくやれそうです。はあ、閉めた閉めた。うわー、ボロボロスリッパだ。はあ、一流からだからな。
シャコ、シャコじゃないんだ。数分前まで一流だったのに。終わったー。へえ、梅宮さん、すごかったもんな。なくなっちゃったから。あら、いい話風に終わりました。お疲れ様です。はー、面白かった。さあ、というわけで、最後結果集計してなかったですね。上がるんだな。お、この放送に一流が3人もいますね。リコさん、上がりますね。リコさん、あ、リコ様でございました。リコ様、クマンチュ様が一流に上がります。はい、おめでとうございます。そこで、残念ながら、Y さんが、普通、ゆいさんがゆいくんに、落ちましたね。落ちたな。あとはチュン太郎、あ、初太郎になります。そっくりさんだね。チュン太郎が初太郎になるな。で、1013番さん、万なんとかさんが、さらに間違えるという。ほっ、全問不正解なのか。万なんとかさん、全問不正解。マジで無下やで。ひえ、全問ですね。そして自分から芸人を選んだ人、ちょっともう挙手して。もうさっき B 選んだ人も挙手して、もう、あえて B 選んだっていう、もう面白すぎたらもう、さすまんですね。初太郎です。あなたはチュンですらない、もう初。
つってないよ。もうマジかよ。もう海なんとかさんと、海なんとかさんと、みなんとかさん。そっか、面白いことしやがって。もうずるいよ。岸野のそっくりさんは岸野のそっくりさんが、はい、B、 はい、というわけで、最終的には、このような感じになりました。あ、お疲れ様。なるほど。灰色の方はですね、あれだな、途中参加だね。はあ、もう自分で選んだもんね。でも普通の人は本気でやったな。じゃあここで勝者インタビューしてみましょうか。さ、最初にじゃあ、一流で終わりました。最後まさかの復活、リコ様いかがでしょうか。いかがでしょう。一回だけ間違えたんだね。一流のリスナー様、芸能人かつ一流のリスナー様であるリコ様、ゲヘヘ。いやー、もう素晴らしい悪巧みの笑いで、もう一流生主と一流リスナーの皆様、ありがとうございます。いえ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 、そんな、ね、一流の方がいてこそのね、ユーモアですからね。社交ダンスなんで余裕ですよねって。ほう、素晴らしい、素晴らしいの一言でございます。なるほど、ありがとうございます。そして、なんと、なんと、2冠。2冠です。クマンチュ様は、2019年格付けミュージックも一流。最後の、あ、今回も一流なんで、2連続一流。一言お願いします。人生はアップデート、ランクさえもアップデートの一部ですね。なるほど、終わりよければ全てよし。なるほど、さすがの一言でございます。はい、一流の方にはですね、名前の最後に、2020年元旦、一流と、はい、書かせていただきます。いや、素晴らしいですね。じゃあ、リコさんをですね。それでついつい、そうそう、だからわかんの。はい、リコさんをつけました。どんどん名前が長くなってきます。もうあれですよ、別名みたいなもんだから。うん。一流でしたって、あ、おめでとうございます。そうなんだ。うーん、でも放送に参加してないから、ダメー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 。放送で参加してないのに裏でちょこちょこやってましたとか言っても全然信憑性がないもんね。ダメ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 、絶対ダメー。はい、まあ裏でやってた人もいるんでね、裏で一流だった方はもちろんおめでとうございます。それ以上の言葉はないです。はい、そりゃそうだろ、わかんねん。証明してく、証明を。まあ、いやー、ね、ゆかくゆう、僭越ながら私も実は一流で返り咲いてしまったんでね、まあ皆様の生主としてね、これがこうなるというのは誠にありがたいことですから、うん、ね、ありがとうございます。いえいえいえ、もう皆様あってこその一流の放送でございますから、一流の方がいて、一流の主がいて、皆様がいて、一流の放送が作られるわけですから、今年もね、よろしくお願いします。もみもみって、もむがよい。お、さあ、そして、ある意味ここでもう鳥を任せよう、任せよう。全問不正解。
まさかの自分ちょっと席外しますんでって言った回答がまさか2ランク下がるという上に最終問題も間違えてしまう。まあね、最後のはあれはもうリアクション勝負ですけども、なんだ偽物じゃねえぞ95番さんなんですけどね、なんか一言ありますか。その船を漕いでいけ、お前たち漕いでいけ。そうなんて空船なんでしょうねなんでトキオなんでしょうかお前のオールを任せるなってどうですかね。はい、やさぐれちまったな。はい、ありがとうございました。お子いらっしゃい。なんと今日ピーチルで終わりました。イエス、余裕です。なんでね、また、格付けの時にはやりましょうか。いいね、格付けね。視聴者も盛り上がるからいいね。楽しかった。はぁ、まあね、ぜひとも、ね、ぜひともね、頭からしたいとこだな。豚肉を選ぶものだったらね、まあでも普通ですから。普通、二流の上ですよ。二流の上だから。楽しかったですって今、いやそんな持ち上げることないって。はい、しか楽しいですね。はい、じゃあこの配信一回ここで終わりましょうかね。格付けチェックでした。あー、お疲れ様でした。よーし、お疲れー。あー